で今日これラーメン自体がカレーラーメン。はい。チェンマイの、まあ、北部か。はい。北部の名物です、はいはい、カレーラーメン。カレーラーメン。遅いですね。こんな感じ。おお。めっちゃ重い。とあとワタリガニ。はい。ワタリガニのナンプラー漬け、プードンですね。プードン、ナンプラー漬けです、ね。よいしょ。韓国のカンジャンケジャンみたいな感じに漬け込んだ、はいはいはい、生のワタリガニに漬け込んだものです。で、殻にライスを入れてみたいな感じで、はい、あ、いそう、揚げか、よいしょ、うん、いいよ。ありがとうございます。めちゃめちゃうまいですね。うん。鶏肉も。いいよ。お、やばい、ホロホロ。取れちゃった。うん。うん。いいよ。うわ。見えるこれ。うん。超ホロホロ。はい、南蛮ナンピッパオと言います。南蛮ナンピッパオ、南蛮は、油のことですね、うん、はい、でこれあの、はい、味が飽きてきたらナンプラーを入れる、これね、わかりました、タイで見てください。はい、大好きです。はい、ちょっと辛いのじゃ、うん、僕あった方がちょっと好きかもしれない。うん、うまっ。そろそろワタリガニ。でこれ卵付き。あ、これはたまんないな。なかなかね、現地じゃちょっと生ものってなかなかね、食べにくかったりはするので、めちゃめちゃ美味しい。ちなみに普通のサイズで、はい、このメニュー自体はそのコースとかに入ったりはするんですか、普段の。あ、できます。結構ね、ありますね。うん。はいはい。コースの一つとして、お話ししてます。いや、今日車だからあれだけど、レオ飲みたいですね。
でもやっぱり私甘いなと思いましたけど、はい、だんだんとこうビリ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 くる感じなんですね。汗がちょっと地味ね。じわっと。あ、すごい。タイの、はい、レモンですね。あ、全然違うんですね。レモンとグレープフルーツのいいとこ取りみたいな。おいしい、これ。ビール欲しい。うん。うん。ナンプラーを、うん、辛いね、結構あのタイ の, あのラムチムシーフードといってタイのシーフードにつけるつけだれです。
あ、貝の味でしょ。うん、あの飲み屋さんで出会いました。ライス、ライス、すごいわがままなんですけど、どうしてもお酒と飲みたくて、これもし大丈夫だったらホテルで一緒に飲みながら食べてもいいですか、これ後で。これはなんか飲まないともったいない気がして、これだけいただくのも。じゃあちょっと残りのこの子はホテルに帰ってからお酒と一緒に楽しんでいきたいと思います。いやー、美味しかった、美味しかった。じゃあすいません、今日はごちそうでした。ありがとうございました。ありがとうございます。オープンバー。